ついに誕生します。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしていきたいなと思います。まあ今回は2022年の一発目の最新話ということでね、なかなか激アツな展開になってきているんですけど、それこそ僕がこの東京リベンジャーズの考察を出し始めてから結構序盤の方に出していた考察っていうので、東京卍会が復活するのではないのかっていうところだったりとか、竹道をトップとした新たなチーム、そしてそこには東京卍会とかブラックドラゴンとか竹道に関係している仲間全員が集まるチームが出来上がっていくのではないのかみたいな、そういった話を何本かの動画でしていたんですよね。でそれがまさにようやく描かれそうっていうところで、なかなか激アツな展開にはなっているんですが、まあ果たしてそれが2代目東京卍会という風になってくるのか、竹道のチームっていうところでまあまた別の名前になってくるのかっていうのでね、その辺とかも気になってくる部分ではあるんですけど、まあ一旦それはまた後で話すとして、今回は第236話バンドオブブラザーズということで、まあ今回のこのタイトルに関してはどういう風に訳したらいいのかっていうのがちょっと微妙なところではあるんですけど、まあバンドっていうところを考えてみると団結っていうような意味があったりもするので、まあブラザーズがね兄弟っていうので、竹道には今のところ兄弟がいるような感じはないので、今回のチフギとの展開を考えてみると親友とか相棒とかそういった意味で捉える方がそれっぽいのかなっていうのを考えてみたら、まあ相棒との団結とか相棒との絆みたいな、強い絆で結ばれてる相棒みたいな、そういった意味になってくるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、今回は竹道とひなが屋上から花火を見ているということでね、ちょっと懐かしいような描写になってくるんですけど、ひなも初めてうちに来た時も花火見たね、覚えてるっていう風に聞いているわけなんですけど、っていうのでこれはかなり序盤の方で描かれていたあれですよね。2回目のタイムリープの後に、まあ、花火を見ていたと。でその時に間違えてナオトと手をつないで未来に戻っちゃったっていうね、あの時の話をしているわけなんですが、ここで竹道が今までのことについて振り返っているわけですよ。俺がそうやってがむしゃらだったのを見て、いろんな人が応援してくれて味方になってくれた。守りたい人がどん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 増えていって俺の手には負えなくなった。でも俺が守りたいもの全部マイキーくんが守ってくれた。だからマイキーくんだけ不幸なんて俺絶対嫌だ。武蔵祭りの日諦めてた俺にひなこう言ってくれたよね。君はドラケンくんじゃない、マイキーくんでもない、竹道くんは竹道くんだよ。みっともなくたっていい、俺は花垣竹道だ。みんなを頼ってって巻き込んで仲間と一緒にマイキー君を助けるんだということでね、もう前回までは全部一人でやるんだっていう風に一人で戦う決意をしていた竹道、でもひなにかけられた言葉によってやっぱり自分は一人でやるのではなくてみんなと一緒にマイキーを助けるっていうところでね、みんなと協力していこうっていう風に考え直してるところではあるんですけど、決めたよひな、今度は俺が俺のチームを作る最高のチームをということでね、花火を見ながら新たな決意をしていくわけですよ。っていうのでこの竹道のチームっていうところでね、竹道が総長になるチームができるのかなっていうところではあるんですが、ここで一気に1ヶ月後ということでね、もう退院しているわけなんですけど、マイキーに折られてしまった右腕を見ながら、よし完全復活だということでね、チームを作るなら一人目のメンバーは絶対こいつということで、チフユがバイトをしているペットショップに来るわけなんですが、なんだよ大事な用事って、退院したから殴られに来たのかっていう風にチフユが竹道に聞くわけなんですけど、俺チーム作ろうと思ってんだ、関東卍会に負けねえチーム、迷惑だろうけどさ一緒に戦ってくんねえかチフユっていう風に竹道がお願いするわけなんですよね。でこれに対してチフがちょっとピクって反応しているわけなんですが、押せよって言いながら歩いていくわけなんですよね。でこれに対して竹道もだよなっていう風につぶやくわけなんですが、辞表出してくるから待ってろ、店には迷惑かけれねえだろ、待ってたぜ相棒ということでね、やっぱりいつになっても竹道の相棒はチフということでね、チフはずっと竹道が自分に協力をすることを待っていたということで、まあもともとタイムリープしてきた時に関してもね、竹道はチフにマイキーを救いたいってことを伝えていて、チフはずっと協力しようとしてくれていたわけですよね。仲間を集めようとしていたっていうのもあったわけなので、竹道に協力しようとしていた。でもそこから竹道は一人で動いていたっていうので、やっぱりチフはねずっと待っていたわけですよ。っていうのでようやく竹道が自分にお願いしに来た、頼ってくれたっていうので、待ってたぜ相棒っていうね、もうこの笑顔が最高なわけなんですが、
まあここでたまらずね、竹内が大泣きするわけなんですけど、ちふゆーっていう風に泣きながらね、飛びついてるわけなんですが、うお、バカそんな大声で泣くなよ、みっともねっていう風に言っているわけなんですが、みんな巻き込んでマイキーを助けるっていう決意をしてもね、泣き虫は治っていないっていうところではあるんですが、ここでちふゆから条件が一つ出されるわけですね。条件は一つ、サウザンドウィンターズということでね、え、何それっていう風に竹内が聞き返すんですけど、チーム名だ、かっこいいだろっていう風に言うと、サウザンドウィンターズどういう意味っていう風に竹内が聞き返すわけですね。千の冬、俺の名前を言わせんなっていう風にチーフが言うわけなんですが、マークも考えてある、温めてた。チーフは前から自分の名前がついたチームを作ろうとしていたっていうところでね、なんかちょっとマイキーと似たようなところを感じるところではありますけど、サウザンドウィンターズっていうね、結構そのまんまの名前を考えてるんですが、勘弁してくれよっていう風に言うと、お前のわがままに乗ったんだからここは譲らんっていうことでね、ええ、長えし、いずれえしっていう風に言いながら二人で歩いてるわけなんですが、マイキーとドラケンもね、なかなかの名コンビなわけなんですけど、やっぱりこの竹道と千冬っていうね、この二人のコンビもなかなかいいですよね。何度だって立ち向かえる俺たちならということで、今回の236話が終わっていくわけなんです。すが。っていうので今回は竹道と千冬が仲直りをしたということで、ここから二人でチームを作っていくっていう風になるわけなんですが、まあ総長が竹道で副総長が千冬っていう風になってくるのか、まあ他のメンバーがどうなってくるのかってところではありますけど、東京卍会のみんなもね、竹道の力になるってことを病室で言ってくれていたっていうのがあるので、ペアに関してもね、何かあったら相談しろよっていう風に言ってくれていたので、まあおそらく次行くとすれば溝中五人衆の元に行くのか、それより先にペアンたちの元に行くのかっていうところでね、パーチンの不動産会社のところに行くのかもしれないですけど、やっぱり気になってくるのは三ツ矢とイヌピーですよね。三ツ矢とイヌピーがね、全然出てこないわけですよ。で、あの後入院している様子っていうのも描かれていないので、お見舞いに来たのかどうかっていうのもわからない状態なんですよ。っていう風に考えてみたら、イヌピーと三ツ矢には全く会っていないっていう可能性があるんですよね。そうなってきた場合にどうなってくるのかって考えた時に、まあ一つはドラケンがタイムリープしているっていう、そういった展開があるのであれば、やっぱりトリガーってね、三ツ矢になっている可能性が高いと思うんですよ。そこ二人が双流ってつながりもあるし、やっぱり双流について一度は描かれたけど、それ以降そこから話が広がっていないんですよね。っていうのを考えてみたら、何のためにアコで総流を描いていたのかっていう、総流を描いた意味っていうのが今のところないので、そう考えてみたら最終章でこの総流が活躍してくるっていうのを考えたら、まあ、タイムリーパーとトリガーっていう関係になっている。でそこで総流が出てくるって考えたら、まあ流つながりでね、ヌピーに関してはブラックドラゴンやったし、ミツヤに関してはタイジュと仲良くなっているっていうのがあるので、もしかするとドラケン、ミツヤ、タイジュ、ヌピーっていうこの4人が一緒に再登場みたいになってきたら、めちゃくちゃ激アツな感じはするので、この4人に関しては竹道が作るチームとは別で、竹道が新たなチームを作って動き始めている。でその時にドラケンとかが再び出てきて、この4人と竹道が新たに作ったチームが合流してくるみたいな、そういった展開があればね、なかなか激アツな感じはするわけなんですが、まあここから2008年の状態で竹道が新しいチームを作っていくっていうのを考えたら、この後竹道がタイムリープするっていう、そういった展開はないのかなっていう風になってくるわけなので、まあマイキーがトリガーっていうのがあるので、未来に戻るっていうのは、まあ、そもそも難しい状態だったんですよね。っていうので竹道自身がタイムリープするのであれば、過去からさらに過去に行くっていう、そういった2段階タイムリープみたいなのができるのであれば、竹道自身がタイムリープするっていう可能性も、まああるのかなっていうの話をしていたわけなんですけど、まあその可能性は結構減ってきたのかなっていう感じはしますよね。まあただ竹道自身のタイムリープがなくなったっていうだけなので、他の人物でタイムリープする人物がいるっていう、そういった展開は十分あり得るので、その辺はまた別の話になってくるんですが、今回のこの236話、ここで一つ気になってる描写っていうのが、花火を見ながらヒナと話してる時に一コマだけ描かれているマイキーとかドラケンとかチフユとか東京卍会のみんなが描かれているコマがあるんですよね。でまあそこには千住がいたり各長がいたりココがいたりっていうのがあるんですが、でもちろん水戸中五人衆っていうのも描かれているんですよね。でこの中で気になるのが各長とココと山岸なんですよね。
これに関してはショート動画でも言っていたところではあるんですけど、基本的にみんなは手前を見ながら笑っているんですよ。でなんかちょっと三ツ矢だけねそんな笑顔を見せていないっていうのも気になるところではあるんですけど、まず一つ気になるのはやっぱり拡張ですよね。拡張が真ん中の下の方で背を向けているっていうところがあって、その拡張の左側にはバジも背を向けてるんですよ。地風の奥にね髪の毛だけ映っているっていうのがあって、この髪型的におそらくバジだとは思うんですけど、バジが背を向けている。でバジと拡張が2人して背を向けているっていうのを考えたら、この2人には特に共通するものっていうのはないんですよね。今までの展開でこの2人が同じチームだったとか、この2人がつながりありますとか、そういった展開はないので、なんでこの2人が背を向けているのかって考えてみた時に、今後の展開ですよね。今後の展開としてバジと同じような展開を拡張が迎えていくのではないのかって考えてみたときに、バジってもともと東京卍會にはいたけど、竹道の味方っていう感じではなかったんですよね。まあそもそも初登場は八三構想の時だったわけなんですけど、あの時は竹道との絡みっていうのはなかったんですよ。でもその後の総会の中でバジは思いっきり竹道のことをぶん殴っていたわけなんですよね。っていうのを考えてみたら、あの時の竹道とバジっていうのは味方っていうよりもそういったぶつかっている相手だったわけなんですよ。でそこからバジは東京卍會を抜けてバルハラに入っていったっていう展開があるので、まあもちろんそのバジがバルハラに入った理由っていうのはキサキを追い出すためっていう目的があったからこそではあるんですが、立ち位置的に考えてみると竹道と敵側にバジが行ってしまったんですよね。で竹道っていうのはバジのことを連れ戻そうとはしていたけど、そういった敵対する位置にいた。でそこから血のハロウィンが始まって放送が始まったけど、最後の最後はバジは竹道に全てを託したりとか、竹道の味方として最後を迎えているんですよね。っていうのを考えてみたら、敵という立ち位置から味方になっているっていう、そういった展開があるんですよね。っていうのを考えてみたら、この拡張っていうのも今後やはり竹道の味方として動いてくれるのではないのかっていう、そういった展開に繋がってくるのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあもともと幼馴染っていうのを考えてみたら、最初はそういう仲間だったわけですよね。そう考えてみたら、バジも最初は東京卍會っていう同じ仲間にいた。でもそこから敵になってもう一回味方に戻ったっていうのを考えてみたら、味方敵味方っていう動きをしてるんですよね。でそれって拡張も同じなわけですよ。もともとは幼馴染で、竹道は拡張にとってヒーローだったっていうので、もともとはそういう仲間だったわけですよね。でもそこから天竺六原短大ってなって、今は関東卍會にいるっていうのがあるので、もう味方から敵っていう風になってるわけなんですよ。でも最後の最後はバジのように味方側に戻ってくるっていうのを考えたら、今後拡張がどこかの展開で竹道に協力してくれるみたいな、そういった展開も十分あり得るのかなっていう風に思ったりもしますよね。そしてココと山岸ですよ。このココと山岸ってところに関しては、ユダとラットっていうところで以前から話をしているんですよね。この東京リベンジャーズの中に出てくる裏切り者の表現として、ユダとラットっていう2つがあるっていうところで今まで話をしていたんですが、ユダに関してはココ、そしてラットに関しては山岸なのではないのかって話をしているんですよ。でまあこれに関しては細かく話していくと長くなるので、今まで出していた別の動画をぜひ見ていただければなと思うんですが、今言ってるこの描写を見てみると、ココっていうのがちょっと見にくいところではあるんですけど、なんとなく目線がこっちを向いているような感じはするんですよね。 NP の奥にいて手前を見ているような、そういった描写になってるんですよ。っていう風に考えてみたら、ココっていうのは今関東卍會にいるし、関東事変の時も天竺にいたっていうので、竹道とは敵対する位置にいたんですよね。でもココの行動っていうのを考えてみたら、病院にお見舞いに来てくれているとか、関東事変の前に関しても竹道のためにココは自分を犠牲にしたりしてるんですよね。もちろんそれはイヌピーを守るためっていうのもあったんですけど、イヌピーと竹道が殺されないためにココは自分から天竺に行ったわけなんですよ。っていう風に考えてみたら、ココは竹道を守るための行動っていうのもしてくれてるんですよね。で今回の三天戦争の後に関しても、病院で竹道が目を覚ますのを待ってくれていたっていうのがあったりするので、そう考えてみたら、ココは実は竹道のことを慕っている。そして11代目ブラックドラゴンの総長っていうところでね、ココに関しても一応11代目ブラックドラゴンには所属していたんですよね。そう考えてみたら、ユダであるココ、このユダであるココっていうのは関東卍會を裏切って最終的には竹道側に来てくれるのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。
で、これに対して山岸ですよ。山岸に関してはメガネをかけているからこそっていう可能性はあるんですけど、目線が全くわからないんですよ。みんな手前を見ているっていうのがあるので、これが竹道からの目線っていうのを考えてみたら、みんなが竹道の方を見てくれている、つまりみんな竹道を応援して味方になってくれているっていうのがわかるわけなんですが、ここで描かれている溝中5人衆のうち4人ですよね。あっくん、山岸、誠、拓也っていうその4人が描かれてるわけなんですけど、山岸以外の4人は完全に目線が手前側に向いてるんですよ。でも山岸に関しては笑ってるけど、どこを向いてるかがわからないんですよね。っていうのを考えてみたら、みんなとは違う方向を向いている、でしかも竹道の方向を向いていないっていうのを考えたら、これは裏切り者であるラットですよね。これがやはり暗示されているのではないのかっていうところで、この最終章のどこかで山岸が竹道側を裏切っていくみたいなね、そういった展開もあり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。やっぱり今回竹道がみんなを頼って巻き込んでっていうことを言ってるので、溝中5人衆にも協力を求めると思うんですよね。そう考えてみたら山岸も竹道が作るチームに入っていくっていう風になってくる可能性は高いんですが、もし山岸がラットで竹道の情報を敵に教えているのであれば、この竹道が新たに作るチームですよね、そのチームの情報も漏らしていくっていう可能性も十分あり得るし、そもそも山岸に関して怪しい部分といえば、キャラクターブックに書かれている山岸の夢ですよね。その山岸の夢が不良を裏から牛耳るということで、もうかなり怪しい夢を持っているわけなんですよ。っていうふうに考えてみたら、山岸が今後裏切っていて、裏で何かの糸を引いているっていう、そういった展開も十分あり得るんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そしてこの竹道が新たに作っていくチームっていうところでね、それが2代目東京卍会という風になってくるのか、11代目ブラックドラゴンっていうのをそのまま広げていくのかっていうところではありますけど、まあ東京卍会とブラックドラゴンがね、合体して一つのチームになるんじゃないのかって話もだいぶ前にしているところではあるので、そこからね、一体どんなチーム名になっていくのかっていうので、まあさすがにサウザンドウィンターズのまま行きますとか、それはないと思うので、まあ一つとしてあるのが、その動画を出した時からコメント欄の方でいくつかいただいてるのが、東京リベンジャーズっていうところですよね。この漫画のタイトルの東京卍リベンジャーズっていう、まあ、漫字をその時に読むか読まないのかっていうのはまだわからないところではありますけど、この東京リベンジャーズというタイトルですよね。このタイトルが回収されていくっていう展開も十分あり得る気はするんですが、実はこの東京リベンジャーズというタイトル、このタイトルにはそれがチーム名になるって考えた時に、このタイトルには実は隠された意味っていうのがあるのではないのかっていうふうに思うんですよ。やっぱりリベンジャーズっていう複数形になっているっていうのが今までずっと謎だったわけですよね。タイムリーパーとトリガーがセットだからこそ、竹道とナオトのリベンジっていうところで複数形なのではないのかみたいな、そういった意見も今までいただいているところではあるんですけど、実際に人生のリベンジをしているのっていうのは竹道なんですよね。ナオトっていうのは別に人生のリベンジをしているわけではないんですよ。ただヒナを救うっていうそのために動いていただけなので、リベンジっていうのとはまたちょっとずれてくる感じがするんですよね。でも竹道に関しては完全にはっきりと人生のリベンジっていうことを言っているわけなので、実際にリベンジをしている人物っていうのは竹道だけだったんですよね。でもなぜこの東京リベンジャーズっていう複数形になっているのか、これに関しては次回お話をしていこうと思うので、ぜひそちらの動画もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしました。ぜひ皆さんの気づいたところありましたら、コメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回の動画が良かった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。